シャルル・デシャンド・ボワ・シェベールエドラフトは、コンパニフランシュドラ・マリーヌの一員で、イギリスによるアカディア人追放に抵抗した民兵の指導者である。別名クーリエ・デューボア・ボワ、ボワ・ゼベール。ボワ・シェベールは、アカディアに拠点を置き、イギリス軍から逃れてきたアカディア難民たちを、ニューブランズウィックの河川沿いに住まわせ、その保護に力を尽くした。同州グランドベイコールウェストフィールドにある。 ボワシェベールトリでは彼の名にちなむ。ニューブランズウィック州ボーベアーズ島にあるボーベアーズ国立公園にはアカディア人の強制追放により難民となったアカディア人をここに住まわせたことによる彼の記念碑が建てられている。シャルル・デシャンド・ボワシェベールは1727年2月7日、父アンディ・ルイ・デシャンド・ボワシェベールと母ルイーズ・ジュヌ・ビエーブ・ドラムザイの子としてケベックで生まれた。 1760年にフランスのクラポンビルで10枚シャルロット・エリザベート・アントアネット・デシャンド・ボアシェベール・エドラフトと結婚し、一種を設けた。ポール・ラ・ジョワイエ1745年5月から6月のルイブールの戦いの後、ニューイングランド民兵を主力としたイギリス軍はサンジャン島へ進路を取り、首都ポール・ラ・ジョワイエに向かった。ここには、 フランス系の兵士15人とミクマク族の兵100人の駐屯隊がいた。イギリス軍の兵力は2隻のイギリス海軍の軍艦とポール・ラ・ジョワイエに駐留していた200人のニューイングランド兵だった。1746年、アカデアを取り戻すためのダンビル公尺の遠征に加勢すべくジャンバティスト・ニコラ・ロシュドラムザイがケベックからサンジャン島に派遣された。 シグネクト地境のボーセジュール取り出についたラムザイは、サンジャン島にボワシェベールを派遣し、イギリス軍の規模を偵察させた。ボワシェベールが戻った後、ラムザイは、ジョゼフ・ミシェル・ルガルディウールド・クロワジー・ユエド・モンテソンと500人の兵を、ポール・ラ・ジョワイエに送り込んだ。500人の兵のうちの200人は、ミクマク族の兵だった。1746年7月に、ポール・ラ・ジョアイエの近く、 ノースイースト側の騎士で戦闘が行われたモンテソン、率いる部隊は40人のニューイングランド兵を殺し、残りを補修として、初めての自分自身による陣頭式で名を挙げた。1746年10月から11月3日まで、ボアシェベールはラムザイの指揮の下、アカディアにおけるイギリスの植民地経営及び軍事のようとなっていたアナポリスロイヤルの包囲戦に参加したが、 作戦は失敗に終わった。ボワシェベールはグランプレの戦いにも参戦した。1747年の冬、ラムザイは部下のニコラ・アントワーヌ2世位、クーロンド・ドビリエに250人のカナダ兵と50人のミクマク兵を率いてグランプレに駐留していたアーサー・ノーブルと一戦、交えよと命令した。1747年2月11日、ボワシェベールは この戦闘で負傷し、フランスの勝利の後、残りの部隊とケベックに戻った。ルルートル神父戦争の間、ボワシェベールは、イギリス海軍士官のジョン・ラウスと先を争いつつ、セント・ジョン川川口へ到着した。ラウスはこの河口を、イギリスのものであると主張していたが、ボワシェベールはそこにボワシェベール砦を建て、後にボーセジュール砦の建物と合わせて、メナグエシュトリデとして改築した。 また彼は漁師に変装し、アカディア人のフランスへの忠誠心を押し量るために、アカディアの海岸を南北に旅した。メナグエシュトリデの記念碑フレンチ・インディアン戦争の間、ボアシェベールは1754年にメナグエシュトリデの指揮官となり、イギリス軍のセントジョン側における拠点作りを阻止した。しかし、1755年6月16日の防制重ルトリデの戦いで、 ロバート・モンクトンの軍が勝利したことで、ボワシェベールの戦歴は、転換点を迎えることになった。その後の戦いで、フランス軍士官ボア、ボワシェベールは、ミクマク族とアカディア人を率いて、イギリス軍にゲリラ戦を仕掛けた。ボーセジュール陥落直後、モンクトンは少人数の民兵が守っていた、メナグエシュトリデに大規模な文献隊を送り込み、もはや勝利の見込みはないことに気づいた。 ボアシェベールは敵軍の到着前に砦を焼き、地元民に紛れながら敵との交戦を続けた。ニューブランズウィックの地図。右にシェディアクやミラミシ、左にセントジョン側が見える。ボーセジュール砦の戦いからほどなくして、ボアシェベールはイギリス軍によるシップディ、プティクルディアク、そしてメムラムクックの諸集落の襲撃計画を知り、すぐにシップディに向かったが、時遅く、 この村への襲撃を阻止できなかった。しかし、1755年の9月3日、ボワシェベールは、イギリス軍に立ち向かい、3時間に及ぶ、激闘の末敵軍に干渉し、イギリス軍は敗走した。ボワシェベール率いるフランス軍の損害は、戦手わずか1名で、最も困窮していた30家族を連れてセントジョン、川に戻った。また、シェディアクとコカーニュの間の地域に、 追放から逃れてきた200もの家族が新たに定住することができた。1756年1月20日、ボワシェベールはフランソワ・ブーシェとニベルビューをベルト湾に派遣し、イギリスのスクーナ船に放火させた。ニベルビューは水兵たちの不意を襲って、7人を殺し、1人を補修として船を燃やした。同じ頃、ボワシェベール自身は120人の兵と共に、 カンバーランドトリデを攻撃した。同じ年の5月には、ルーネンバーグ奇襲を行った。また、10月12日には、モンクトントリデへの遠征に着手したが、到着前に敵軍が兵を撤退させ、トリデを燃やした。1758年7月26日に、ルイブールが陥落してからは、ポールトゥールーズ付近の多くのアカディア人を、ミラミシの中屯隊のもとへ逃がした。 ボーベアーズ島追放から逃れてきたアカディア人のために、ボアシェベールはシェディアク、ミラミシ、そしてレスティグーシカワ流域に難民キャンプを作った。1755年から1756年の冬には、ボアシェベールは一時期600人のアカディア人がいるシェディアクで過ごした。その翌年、ボアシェベールはシェディアクを経ってミラミシに行き、ルカンデスパランスを ボアシェベール島に建てた。この難民キャンプには1000人から3500人ものアカディア人がいたと言われる。1757年に1月までにはカン・デスパランスの状態は悲惨なものとなり、配給物資をめぐって暴動が起きるようになったため、ボアシェベールはミラミシ川に浮かぶボアシェベール島に行って、彼の本拠地とアカディア人の難民収容所を作った。 シャルル・ジェルマン神父の援助を受け、ボアシェベールは、イギリスへのアカディア人の抵抗勢力を維持しようと、努めた。その後、レスティグーシュ川沿いのプティロシェルにも、難民キャンプを作った。エイブラハム平原の戦いの後、1760年に、レスティグーシュ川の戦いが起き、プティロシェルの数百人のアカディア人が捕虜となった。また翌1761年末には、 さらに330人が捕虜となった。オアシェベールはキャンプの状態に常に注意を払っていた。彼が最も困窮している家族を連れて行こうとしていたにも、かかわらず、ボーバさんの入職者がすでに拘束され、追放されていたこともあった。この時期は1756年から1758年の多くのアカディア人が最も困窮していた時期と重なっていたため、物資は 高級的に不足しており、ボアシェベールにできることは限られていた。ボアシェベールはまた、サンジャン島方面作戦でアカディア人の脱出を指揮し、セントジョン川方面作戦でもアカディア人を手助けした。フレンチ・インディアン戦争中の1758年8月13日、ボアシェベールは400人の兵と共に、ミラミシを立って、メイン州のトマストンにあるセントジョージトリデを目指した。 彼の部隊は9月9日に到着したものの、待ち伏せされ、撤退せざるを得なかった。これは、ボワシェベールにとって、最後のアカディア遠征となった。その後彼らは、メイン州のフレンドシップを襲い、住民を殺し、また補修とした。ボワシェベールは、アカディアの志願兵による軍団と共に1759年夏、ケベック防衛戦とエイブラハム平原の戦いに参戦した。 その年の冬、彼は、これが最後となるアカディアへの帰還をし、カナダへの援軍を集め、行き消沈したアカディア兵の指揮を立て直した。1763年、ボワシェベールは、アカディア人をカイエンヌに定住させる計画に加わり、軍人として赴任しようとしたがかなわなかった。1774年には、植民地軍の検査官として任官しようとしたが、却下された。デシャンケが、 ヌーベルフランスに、ソフジャンバティスト・フランソワ・デシャンド・ラブ・テユリーの代から、領有していた両地ラブ・テユリーはその年に売却された。その後はフランスで結婚によって得た両地ラフトに住み、1797年1月9日に、そこで死んだ。ありがとうございます。